さあ今日も回します。おう、オアシス。じゃあ今日はお昼、オアシスです。さあ本日行くこのオアシス、香港に何軒か店舗を持つお店です。メインはスパゲッティとかパニーニといったメニューが多いです。さてお店に着くまでの間、ハイパーラプスをお楽しみください。さあ到着しました。ここがオアシスです。オフィスのエレベーターホールにあります。メニューはこんな感じです。この店舗では支払いは現金もしくはオクトパスで支払います。TJ さんはソーセージ系、私はサーモン系のスパゲッティを注文しました。ではいただきます。このお店、今開けているこの芋を茹でてトウモロコシと和えただけのサラダ、このサラダだけは何度食べてもちょっと物足りない感があります。さあメインのスパゲッティ、これはねすごく美味しいです。茹で具合もとてもいいですし、味付けも非常に僕好みの味付けでした。いや、とても美味しかったです。さあ食べ終わりました。美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ本日オアシスコーヒーでのランチでした。では皆さん次回別の動画でお会いしましょう。ちょいきんまたね。バイバーイ。